イランステファン・メリエは、フランスモルビアン・ケンドリアン出身のサッカー選手。プレミアリーグ、リーズ・ユナイテッド FC 所属。ポジションは GK。9歳の時に、地元の FC ロリアンのユースアカデミーに入団。2018年2月に、プロ契約を締結し、B チームに昇格。即先発で起用され、2017から18、シーズン終了後には、まだ、 トップチームでの出場がなかったにもかかわらず、チェルシー FC や、A、AS、モナコなどがメリエの獲得に乗り出した。結局はロリアンにとどまり、翌2018から19シーズンにトップチームに昇格、リーグでながら先発で起用された。2020年8月9日、イングランドエフルチャンピオンシップのリーズユナイテッド FC へのローン移籍が発表。 2020年1月9日の FA カップのアーセナル FC 戦で移籍後初出場。その後2月に、政治家キコカシージャに出場停止処分が下されていた時に、先発で起用され、先発出場した10試合で7カンプートという安定したプレーを見せ、リーズの17年振りのプレミアリーグ復帰に貢献。2020年7月23日には、 リーズへの完全移籍が決定し、2023年までの契約に合意したことが発表された。2019年に、ポーランドで開催された 2019FIFAU-20 ワールドカップに U-20 フランス代表として出場。グループリーグのサウジアラビア戦とマリ戦に先発し、勝利に貢献。代表は、グループリーグ参戦全勝で勝ち上がったものの、 決勝トーナメント1回戦でアメリカに敗れた。ありがとうございます。